武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は駒澤大学の国語の勉強について話していきたいと思います。駒澤大学の国語ですが、グローバルメディアとそれ以外の学部で、大きく分かれています。全学部の問題はグローバルメディア以外の問題と、共通というか、同じ傾向で、大問3つですね。で、大問1が国語常識、漢字の書き取り、のマークですね。その当てはまる漢字選びなさいみたいな形式で、あと、現代文が1題と古文が1題という構成となっています。でまずこちらですが、特徴としては問題文が結構センター並みに長い、文章が出てきます。で、テーマも結構そのちょっと学術的というか、ちょっとその難しい、テーマなどを扱ってたりはしますので、日大レベルの参考書、でプラスセンター向けの参考書、日大レベルに入ってますけれども、こちらもやっておいた方がいいかと思います。特に決めるセンターの現代文とかですね、あたりはやっておかないと、ちょっとその長い文章への対応が辛いかなとは思います。で、結構そのテーマ的に読み慣れないな、初めて見るなっていうところが面食らうという場合には、現代文キーワード読解などのもので、キーワードとその、要はよく出るテーマ、少し押さえていくといいかなと思います。それ以外の部分に関しては、日大レベルの参考書をしっかりやっていけば十分対応できます。で、古文に関しても同様ですね。で、こちらも文法なり、単語なりの知識、こちらしっかり入れておく必要がありますが、基礎的なものが対応できれば十分いけるかとは思います。で、文学史の問題が1問出ますので、気になる人はスピード攻略文学史などの文学史向けの参考書をやっておくといいかとは思います。そしてグローバルメディアの国語なんですが、これはもう完全に別の傾向になっています。まず根本的に横書きの問題だと、国語普通縦の問題出てると思うんですけど、グローバルメディアの問題形式は横書きの形となっており、テーマ的にもやはりメディア的な内容が多く出ております。で、こういうテーマでさらにその言葉の意味を答えたりするものや漢字の同じ漢字を使っているものを選んだりっていうようなものが多くですね、漢字とキーワード、こちらの教科は、同じくやっておかなきゃいけないですね。他の学部の国語と同じくですね。なので、現代文キーワード読解、特にその実際過去問に見てみて、その時に選択肢に出ているキーワードの言葉がわからないっていうことであれば、キーワード読解などはやっておいた方がいいかと思います。で、主にやるのはその知識系の問題とその内容をもとに読解するという、通常の読解問題、には、なります。で、与えられているテーマそのものに関してはその、割となんていうか最新のというか、現代のニュース的な、内容、だったり、メディア的なテーマ、のものが多いので、読んでて意味がわからないということはあまり、ないかなというふうには、思います。ただ、慣れてない可能性が高いので、過去問で、しっかり、慣れてですね、こういうふうに、ことが聞かれるんだなとかっていうのをちゃんと、練習するように心がけてください。参考書自体は日大レベルの参考書をやっておけば十分対応できます。以上が、国語の勉強となります。